はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv をお届けするのは佐久間ゆうごです。早速本日も人生に役立つ情報を共有していきましょう。共に学んでいきましょう。本日のお題は、前を進むときには後ろを確認しよう。こちらを今から読んでいきます。車の運転で前を進もうとするとき、まず後ろの車は大丈夫か確認します。追い越そうとしていないかと確認できて、初めて安全に前進することができます。前を進むためには後ろの確認も同時に必要です。前進しようとするとき、前だけを見ているのでは本当の前進はできません。過去を振り返り、同じ間違いを繰り返そうとしていないかと参考にしなければなりません。過去を振り返らない人は同じ失敗を何度も繰り返すことになります。努力や時間のロスが大きくなります。後ろを振り返ることで確実に前進することができるのです。勉強では復習が大切と言われています。ただひたすら予習をして進めばいいわけではなく、復習をして間違ったところを確認して初めて本当の前進ができるのです。スポーツでも自分の動きを振り返り初めて成長ができます。間違った動きをしているときには改善することで次からうまくプレーすることができるようになります。前ばかり見ている人は実は前進できてない人です。進んでは後退してしまうという繰り返しになります。成長では後ろを確かめることが必要なのです。今日の格言、前へ進みたければ後ろを確認する。なるほど。確かにね、復習は大事ですね。なるほど、予習だけではない、間違ったところ改善点を確認しつつ前に進む。勉強になりました。ということで本日はこの辺でおしまい。ドロッ。